アタックですが、これはクリーンヒットとは言えません。ツーカウント。さあ秋山純がまたペースを取り戻しつつあります。見応えのある大一番となってまいりました。さあノーザンライト打てるか。反動をつけたノーザンライトスープレックス。ツーカウントです。さあ秋山純の得意技北斗原爆固めを見舞いました。ならばあとは変形裏投げエクスプロイダーか、はたまた空中殺法か。トップロープ登りました。しかし小橋も起きている。ダイビングにアタック、今度はまともに食らってしまいました。小橋ピンチ、ツーカウントです。プロレス時短田ふみふみ富山県総合体育センター、重点のストンピング攻撃が富山県内轟いていることでやりましょう。さあガゼン館内ヒートアップしてまいりました。コールは小橋か、頭か、ザキヤマか、エクスプロイターに行こうというところを投げられてしまいました。しかし諦めてはいけません。全身の体重を預けてエルボーを放ちました。さあ小橋がちょっと動きが止まってまいりました。ならばチャンスだ、行くか投げるか、エクスプロイダー変形の裏投げ。さあカバーだ、カバーだ、今そこカバーだ。カウント 2.5、 カウント 2.5。さあ予想した通り新旧アスナロ対決はシャニムニ対決となってまいりました。現アジアタックチャンピオン、片谷元アジアタックチャンピオン、そして現世界タックチャンピオン、そして未来世界を狙うこの男秋山純、いい戦いです。ナイスファイトです。さあ今一度2度目のチャレンジ、今度食らうと小橋も危ないぞ。来たが2度目ジャンプしクリア、エルボーでクリア。さあ秋山が、ああまたエルボーだ。さあ小橋がカウンターの蹴り、そしてギロチンドロップ、ジャンピングギロチンドロップ。さあ秋山がうつ伏せております。2年半前この小橋健太を相手にデビュー戦を飾ったこの秋山純。さあ毛先チョップだ。お今度は小橋が変形のパワーボムだ。ツーカウントです。試合時間15分を経過して小橋が大技を持ち込みました。しかし小橋の技といえば皆さんもご承知の通り、そうです、あの握った後くるりと飛んで一回転、あの技を皆さん期待しているでしょう。握った、皆さんも握ってください。青春の巨匠小橋健太がムーンサルトプレスに向かう。しかし秋山すでに立っている。こっから雪崩式の変形パワーボムだ。カウントはツー。女性ファンもまさに昇天寸前。重低音ストンピング攻撃、富山県総合体育センター、全日本プロレス全日マット初見座になります。この体育館が激しくヒートアップしております。バックに回ったジャーマンか、投げ捨てか、足を取った小橋、バックに回ったジャンピングエルボーでクリア。毛先りだ、回転チョップ、ラリアット、ショートレンジのラリアット、見ている方もスカッとします。しかし普通に見せたこの表情秋山純、放った小橋もご覧のありさま。さあチャンピオンカーニバルの公式戦ではありますが、そういった戦いを超えた、これはもう指定対決と申し上げていいでありましょう。さあ抱えた、腰を落とす秋山、膝を曲ける秋山。さあ今度パワーボムか、こらえたブロックした、毛先り、回転毛先り、ローリング毛先りでダウン。さあ何を出す小橋健太、パワーボムだ、ジャックナイフスタイルだ、バンジキュースか、返しました。小橋健太には悪いが返してくれてありがとう秋山純。さあこれは大一番であります。30分の一本勝負。さあ秋山が頑張っております。小橋健太に愛で返したい。おバッテン印の毛先にチョップ、そのままダウンいたしました秋山純。
デビュー丸7年の小橋健太、片や2年半の秋山純。さあブレインバスターの体勢だ。おお、ブレインバスターの体勢から変形のボブリ持ち込んだ。最後は小橋健太、切り切り勝る小橋健太。勝負タイムが18分と14秒。最後がブレインバスターと思わせといて、そこからの変形のパワーボブでありました。さあこれで小橋健太は6戦して3勝2敗、1つの引き分け、勝ち点が7であります。しかしまあそうした勝ち点の争いをはるかに超えた新旧アスナの対決、愛でみなぎる、そしてスパークした激しい一戦でありました。95チャンピオンカーニバル、このシリーズね、このチャンピオンカーニバル、川田もそうですけども、はい、この田植えと三沢がね、このいつになく素晴らしい調子なんですよね。いいですね。三沢もね、はい、まあ、例年その怪我をしたりなんかしてましたけども、その悔しさをやっぱり随分、勉強になったんでしょうね。はい、ですから田植えもまたね、素晴らしいんですよ、このシリーズ。いいですね。何かもう田植え選手、こちらが嬉しくなるぐらいふてぶてしいですよね。そうですね。まあこの田植えにおいて注目すべきは何といっても開幕戦での対小橋健太戦でありました。小橋へはエプロンからリングの外への喉輪落としで、最後はジャンピングパワーボブで、まあ、25分22秒激闘にピリオド打ちました。あの時の田植えはもう危機迫るものありましたね。そうですね、まあ、ね、昨年もね、結構その小橋とね、引き分け時間切りやってますんでね、はい、また勝負つかないのかなと思ってましたらね、やっぱり田植えが素晴らしかったですね。まさにそのダイナミック T の異名のごとき果敢なファイト、ふてぶしいファイトを展開しております。ハイキックであります。さあその田植え明、これまでエルボーです。さあ三沢のエルボーです。そして朝子につなぎます。さあグリーンのチョース大軍が合体してブレインバスターです。朝子が残ります。カバーしてカウントは1つであります。さあその現在劣勢の田植え明でありますが、これまで3戦して全勝、勝ち点が6であります。まあ、これから大物と当たり、続けるわけなんですが、4月3日大分ではスタンハンセン、4月8日大阪では川田、そして4月12日後楽園ではこの三沢と、まさにこれからが正念場と言っていいでしょう。しかしまあ馬場さん、この何が田植えをこのように変身させたんでしょうかね。そうですね、やっぱりまあ小橋もね、川田も、はい、三沢も、まあ、小橋が一番若いんですけども、この中にやっぱり田植えが一番年長者ですからね、やっぱり俺も頑張らなきゃという気持ちはもう出てきたんでしょうね。そうですね。そうなってくるとね、本当にこれは締めたもんですがね、まあ、今エプロンに下がりました田植えでありますが、まあ、四天王四天王とは言われつつも、なかなかこの三冠のチャンスに恵まれなかったり、あるいはファンの支持を得ることができなかったりしておりますが、もう先シリーズ、今シリーズ田植えを再評価、改めて評価するファンが急増しております。そうですね、いろいろな技をね、そのスープレックスもね、いろんなことをやるようになりましたから ね、やっぱそれがね、やっぱりその田植えの意気込みの表れでしょうね。さあそしてこの三沢光晴でありますが、まあ、全日本マットのありとあらゆる、おお、ヘッドシザース、ホイップだ、カウンターのキック、さあロープに振った、地に伏せた小川、さあ何を出す、さあまたまたヘッドシザースでホイップいたしました。さあ軽量級ならではの身軽な技を持ち込んでおります、小川義成。今試合時間5分を経過いたしました。まあ、この全日マットのありとあらゆるベルトを腰に巻いた経験のある三沢でありますが、唯一このチャンピオンカーニバルでは制覇しておりません。そうですね、まあ、91年にファンの要望に応える形でこのチャンピオンカーニバルが復活をいたしました。その年ジャンボ鶴田が優勝、そして92年はハンセン、そして93年もハンセンで、昨年が川田初優勝ということで、三沢の名前がないんです。まあ、それだけに
悲壮なる決意を持ってこのシリーズチャンピオンカーニバルに臨んでいるものと思われますが、三沢のこのシリーズ公式戦どうご覧になってますか。まだね、その何試合かしか見てませんけども、非常に体調は、ね、悪くなさそうなんですよね。やはり去年はダグ・ファーナスの一戦で首を痛めて、まあ、無念の戦線離脱ということになりました。そのファーナスとは、初戦で白星飾っております。無難な白星発進でありました。ある程度どうでしょう、馬場さん、三沢も慎重に戦っているってところもあるんでしょうかね。それはあるでしょうね。怪我をしては元子もこうもありません。さあ、またまたジュニア選手の戦いであります。朝子悟、朝子も長須大軍の切り込み隊長としてもうメインイベンターとしての堂々たるものが備わってまいりました。そうですね、この朝子もね、非常に動きが良くなりました。そうしてね、いろんな技をやります。今まではね、その技を確かに勉強中というような、はい、感じでしたけども、今はもうごく自然にいろんなものが出てきますからね。これまではチャレンジしての大技という感じがしました。今は堂々とその技を出してますもんね。そうですね。さあ、そして三沢光晴であります。今年のチャンピオンカーニバル4戦全勝、勝ち点が8、ファーナス、大森、小橋、そしてクロファットを破っております。特にその小橋健太との一戦、まあ、22分と31秒という激闘だったんですが、最後はなんとタイガースープレックス85という古の技を披露しての勝利でありました。どうでしょう、馬場さん、かつて使った技を、まあ、時を超えて再び持ち込むというのはどういう心境なんでしょうかね。まあね、それはいいんじゃないですか。いろんなことをやればね、はい、まあ、確かにお客さんも喜んでましたからね。あるいはリバースフルネルソンデスロック、まあ、そういった技を見るだけでも三沢の並々ならぬ闘志が感じられます。95年のチャンピオンカーニバルであります。全19戦のうちちょうど折り返し点と申し上げていいでしょう。この富山大会が第9戦ということになります。三沢光晴、今後4月6日岡山では川田と、そして4月11日名古屋ではハンセンと、そして4月12日後楽園、先ほども申し上げましたが田上明との一騎打ちであります。まあ、田上との一騎打ちのあたりには随分と優勝の行方もう見えてきているのではないかと思われますが、得点上位2人が最終戦 4.15 日本武道館での優勝戦に出場することができますですね。その三沢もね、川田、はい、ハンセン、田上戦、これを残してますからね、はい。さあ、これから後半戦に向けて星の潰し合いが続くことでありましょう。そうしてみるとね、川田がハンセンに勝ちましたんでね、もう川田がやっぱり最有力かなと思いますけどもね。一歩リードと申し上げていいでしょう。ですから川田があとこの三沢田上にね、星を落とさないようにすればですね。そうですね、まあ、ただしそこに小橋がまたいますからね、はい。さあ、ここからスクッと受け上がってラリアット、よく見てるんだこの男が、まさにダイナミックティー、これです、これが新生田上明だ。馬場さん、本当タイミングいいですね今のは。そうですね、さあ、ブーイングを自らのエネルギーに光合成いたしますこの田上、どうぞブーイングを送ってやってください。田上明のこのふてぶてしい表情、とくとご覧あれ。さあ、ギロチンスローであります。かつてジャンボ鶴田が菊池剛に見舞ったののように、もうジャンボ怪物の魂が乗り移っております。田上明、まあ、このところの田上は投げっぱなしのジャーマン、あるいはジャンピングしてのパワーボムなどなど、豪快無比なる技を立て続けに披露いたします。場外で鉄柵ホイップです。試合時間10分を経過しております。さあ、ラフなファイトに生き生きとした表情を見せます田上明。さあ、朝子の動き止められてしまいました。そうですね、確かに、田上がね、生き生きとしてるというのはね、最近のことを言うんでしょうね。そうですね、今まではなんかこうね、どっか、
困ったようなことをしてましたけどね、ご覧ください、もうこういったまあ技にはならないような痛め技を楽しんでるかのような田上明です。現在33歳、まさに光りさんさんと輝く年齢を迎えました。そしてここからダイビングしてのフットスタンプです。場内がどよめきます。カバーした、ツーカウントです。朝子悟デビューして丸4年、対する小川はデビュー10年目、もう中堅イブシギンファイターと申し上げていいかもしれません。そうですね、この小川の動きは素晴らしいですよね、スピード感あふれます。そして時にねちっこい執念深いファイトが身上であります。粘着性気質ファイターと申し上げていいでしょう。小川ツーカウントです。さあかなりダメージが大きいようです。朝子悟うめき声がこの放送席よく聞こえてきます。三沢が汗を拭っている。さああくまでも本日はこれは特別試合、公式リーグ戦ではないんですが、正規軍そして長須大軍、田上三沢、公式リーグ戦をはるかに上回る火花を散らしております。ラリアットレフトハンドで放ちました。カイナジから抜群の田上明、いついかなる形でのど輪落とし、はたまた高角度のど輪落とし、ジャンピングパワーボムを持ち込むんでしょうか。小川義成です。この朝子悟はこのメインイベントが始まる1時間半前から一人でじっと身を、丸めながらコンセントレーションを高めておりました。集中しておりました。やはりこのメインイベントたるもの、その日の興行の最終試合、お客さんを十分に満足させるファイトができるかどうか、まあ、精神的にでもかなりのプレッシャーがあることでありましょう。さて95年チャンピオンカーニバル、昨年は優に及ばず川田が初優勝いたしました。昨年優勝戦に駒を進めたのはその川田とウィリアムズ、それぞれ失点が3、つまり負けが1つ、引き分けが1つ、失点が3という状況でしたが、馬場さん、今年もやはりそのあたりになりますかね。そうだと思いますね、やはり負けが2つだともう優勝戦線から脱落ということになりますかね。さてかつて幾度となくこのチャンピオンカーニバルを制してまいりましたジャイアント馬場さんを放送席に迎えておりますが、拷問のようなホイップを見せました田上明、カウントは2です。馬場さん、改めてこの強豪ぞろいのリーグ戦を制するに、まあ、戦うにあたって大切なことは一体何でしょうかね。もうやっぱりね、自分のコンディションを整えておくということですよね。ですから三沢なんかはね、はい、昨年そのもう怪我をして序盤戦でもう諦めて しまいましたし、ダメになってしまいましたよね。ハンセンも、はい、昨年はそうでしたし、小橋と田上にね、やっぱり、脇腹を痛めてもうやられてしまいましたからね。さあ朝子を使ってのキック、さあ三沢が走った、エルボーです、エルボーです、ベストヒジニスト、世界のエルボー、エルボーの貴公子三沢に伝わる再建山お出ました、お見舞いだ、ラリアット、そして切り込み式のランディング、セイトーン背面落とし、カバーした、カウントは2。さあこの田上 vs 三沢の公式リーグ戦は 4.12 後楽園ホールで予定されておりますが、それに向けてのプロロールが早くも始まっているかのようだ。セカンドロープから正面飛びのドロップキック、しかと相手を見据えて、さあパワーボムだ、パワースラムだ、2カウントです。試合時間15分を経過して試合が大きく動いてまいりました。かわした、かわした、丸め込んだ、2カウントです。スクッと起き上がったぞ、ハイキック、目まぐるしい、そして重量感があふれる田上と三沢のファイトでありますが、さあ小川が出てまいりました。足を掴んだ円錐切りであります。うつ伏せになった三沢をカバーした、2カウントです。ここでね、小川が三沢を攻め込めたらね、はい、クロファットに勝てると思いますがね、そうですか。さあどうでしょう、ネックブリーカードロップです。
小川の18番ネックブリーカードロップが出ましたが2カウントです。さあエルボーかわした、今度のエルボーごつりと鈍い音、骨と骨がヒットする、そういった感触がありました。さあ浅子悟です、浅子が走った、先ほどお返した、いいですよ、豪快な技です。そして返す刀で田上明だ、またまたロープに走った、フェイスクラッシャー、馬場さんいいですね動きが。そうですね、肩をつけた、2カウント、あわや3カウント、この動きがね、浅子のこの動きが自然に出ましたね、ですね、今まではね、はい、なんかもたもたしてやってましたけどもね、あれよあれよという間にトップロープからやったやった、ミサイルキックだ、田植えが場外だ、さあ一つ蹴ってフィッシャーマンスープレックス、2カウントです。さあ動いてきた動いてきた、試合の大きな分水嶺が近づいてきた。さあどちらに流れるんだこの勝負、さあ場外ブランチャー、さあバックブリーカーは三沢光晴だ、さあここでいくか、ここでいくか、場外で田植えは浅子に捕まっている、バックドロップだ、さあここでカバーするか、小川義成バンジキュースか、2カウントです。さあタイガードライバーか、あるいはいったいった、さあラリアットダッキング、円錐ラリアット、しかしその間に浅子がエプロンサイドに戻ってきた、のど輪落とし、右で落とした、広角ののど輪落とした、試合の権利があるのは正規軍は小川義成、大の字が三沢光晴、エプロンサイドぐったりは浅子悟だ、さあタッチが成立した、田植えが出てまいりました、赤いショートタイツ、さあ奥歯をかみしめた、下唇を噛んだ、さあくてぶてしいダイナミック T の表情だ、まさに地点中が田植えの季節、右で掴んだ、さあかわした、かわしました、距離を取りました三沢、スピンキック、潮を吹くように唾液を吐いた田植え明、さあ浅子悟、お放送席前三沢光晴、さあかなりダメージが大きいようだ、バックに待った、伊豆浅子トップロープ掴んだ、スクッと起き上がった、ハイキック、三沢がご覧の状況、まだエプロンサイド戻ることができません。さあ正規軍のペースだ、大きく輝いて、身長192センチの長身田上明、バックドロップ2つで返しました。さあ放送席前、三沢と小川でやります。さあそして試合の権利がある田上と浅子、さあトップロープに据えられた、こっからうわースーパー高角度のど輪落としバンジキュース、スリーカウント、春の嵐、田上明まさにダイナミックティー、昭和29年力道山は東京蔵前国技館にベン・シャープ・マイク・シャープ兄弟を招聘して日本初のプロレス国際試合を開催した。空手チョップ、さらにロープの反動を利用してまたも空手チョップでやります。富永一山力道山の猛攻、メタリア王と日本側のコーナーへ持ってくる力道山、非常に素晴らしいものを持っております。日本の力道山であります。マイクへ続き空手チョップ猛攻であります。万丈総山大観衆、空手チョップはうなります。ついにカウントか、サーフ兄弟がいった。テレビに乗ったこの初の国際試合は日本中を沸き返らせ、プロレスという新しいプロスポーツの魅力に人々は取り憑かれることとなった。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。心の隙間、ね